WBC 敗退の韓国日本に大敗のベンチで選手が笑顔、信じられない光景と驚きの声。もはや日本のライバルではない。韓国が WBC1 次ラウンドで侍ジャパンに4-13と惨敗を喫した。チェコにこそ勝利を収めたが、先ほど最終戦を待たずして3大会連続の1次ラウンド敗退が決まった。日本キラーの異名を取る先発左腕のキム・ガンヒョンは2回まで、 五三振を奪う完璧な立ち上がり。打線も三回に尿房役のヤンウィジがダルビッシュ有から左翼上段にランメジャーが注目する安ダ製造機。イジョンフの右前的地打も加わり三点を先制したが、見せ場はここまでだった。直後にキム・グアンヒョンが死球で走者を貯めて通打を浴びて降板すると、9エンジンも踏ん張れず4失点と逆転。その後は一方的な展開となり、 形10投手が登板したが、侍ジャパン打線の勢いを止められず失点を重ねた。打線もメジャーでプレーするトミー・エドマン、キム・ハソンが共に4打数無安打に終わるなど、チャンスメイクで機能せず。過去の WBC の日韓戦は4勝4敗と5分だったが、力の差を感じさせる結果となった。韓国野球に詳しい記者は、敗因をこう語る。